本当失敗。謝らなかんことがある。うちの娘とうちの社員が付き合っとるらしいわ。今からお父さんに挨拶。一番これ大事で怖いから翔くんは覚悟して行った方がいいと思う。真面目じゃないでしょ。だってきっと船の僕と俺付き合っとる人間どうでもいいんだ。付き合っとる人間なんか出てくるやつ。ああよおはようございます。みおちゃん、おはようございます。なんだお前、返しに来たらそう言ったりとかおい、居酒屋の動画これ 見てる人はちょっとそっち見てほしいんですけど、居酒屋でまあこいつらが俺に隠してて、お前まあまあだって出会ってそうそうだろお前。今日なんでかカメラ回せってこれ言ったのは、お前のお父さんが俺をお前は預かって心配になるやん。ほんでお前な、血気盛んな男の子たち、足場反応、それとお前まほんと失敗まほんと失敗です。私お母さんやそれ、お父さん、私ほんと失敗だからじゃあ、ね、でも大丈夫です。今電話しております。誰に？お父さんになんでなんで関係ねえよ。お前カメラ回せば仕事だ。電話してるし、ここに録画してほしいな。そっちの方がひどいだろうって。僕ら後で許可取りますよ皆さん。はい、オチ、うん、謝らなかんことがある。何？オチの娘とうちの社員が付き合っとるらしいわ。本当？知っとんじゃないの？なんか家に挨拶まで行ったって言っとるじゃん。俺知らん。はパパ寝てた。あ、オチに会ってないの？パパ寝てた。あ、寝てたんか。起こそうとしたらやめやって言われた。さすがにいいんか、俺は怒られるぞと思って。すぐ上がれるぞこんな。まあそれはそれでいいんじゃないの。でまあミオのいないとこでもまあ真剣には語っとったし、今目の前にミオもおるもんあんまあれだけどさすがにお前ちょっと早いわって言って。まあしゃあないな。しゃあないけど。しゃあないよね。まあその別れた時はどうするか知らんけど。そうそう、それで仕事に支障来たせようだとお互いダメだわな。もうだってこの2日間3日間ももう俺が知ったって分かったらもうショーの話しか死んで、道は高速間違えてお前30分40分お前ショーの話してなんかわけわからんこねえ。そこまで言わなくていいじゃん。高速逆に乗ってお前バカも逆だって言って降りたらまた同じ方向に乗ってっちゃって。もうそんな俺らがどうか言ってもしゃあねえだろ。そこはまあちょっとあのエッチは禁止だぞ。仕事だけはちゃんとしろるようにしてば。いやー、俺とちょっと本当に申し訳ございません。まだ本当あいつも単細胞なもんで、まあ本当に飯しやすくて食べやすいね、こいつら。俺はもう1年続かんかったらしまくぞって言ったけど、他のやつは1年続かんだろ、てめえとか言って言われとったからね。いや、俺それが心配だわ。なんか2、3年付き合ってさ、ね、お互いにまあいろいろあって、お互いにまあやっぱり違うよねって、結婚とかまでは考えるのはねって、お互いのなんかいい別れ方しないけど。相手もあれだろ、遊びではそんなことで死んであるとって。そうそう、いや、そういうタイプじゃないんだけど、じゃあ単純なんだけど、あれ、本当に。脳みそが虫みたいなやつだ、でも何回同じこと言っとんだ、お前みたいなやつだもんね。まあ、いいんじゃない、しゃあねえよ。100人目の届くやつがよかったもんね。あ、ほら、ギランが届かんよ、こいつら。こそこそやっとるよ。ちょ、いつ帰ってくるの？家行くわ、とりあえずね。カメラ回して。挨拶しに行かなきゃ、俺。うん、了解です。すいません。失礼しまーす。おい、グイ！これ買ってきようかな。いや、でもいいやつ。あ、ちょっと待って、また入った。全部行ってくわ。4日に挨拶だ。俺もおちに謝ったの、お前。二階堂上の獣と、友達から預かった20歳の娘が獣俺に話があるって何？やる動画流れるんですよ。あ、流れるでしょ。なんで流したくないの？で、勘違いがあるんです。勘違いって何？なんか俺に隠し事があるって言ったじゃないですか。いや、言おうと思っとったんですよ。周りから聞くより本人から聞いた方が絶対いいじゃないですか。俺が話すから話さんでって言ったじゃん。うん、だから別に隠しとったわけではないです、僕は。いや、別に隠しとってもいいんだけど、面白いかなと思って撮っただけ。顔は好みだろ。そうです、顔が。つげとえつぎはじゃねえ。うぜえって。バカだこいつら。そのタイミング？あのトリションの時です。その後ですね。サイレンの見に行って。なんか一時間二時ぐらいかかったんだよ。そうだよ。その時でした。二人で。はい。恥ずかしい。嘘。二人で誘っちゃったのお前。いや。行こうか誘ったの。行きましょうよって。でも本当にグイグイだね。だからお前飲んでないもんで、みんな送ってたんだ。そう。で最後だったショート。で最後ショート最近にやったんだ。
で何飲み直しますみたいな。違う、そんな感じじゃなかったんですよ。帰るんですかって、うわーなんかキュンキュンする、何何何何何言わなくていいじゃん別にそれ飲んでっつったら、どっか行きませんみたいな。そう大胆不敵、そこで付き合ったわけじゃないの。 LINE し始めておはようとか言えちゃうんだ。はい、でそっから水木金土日。そう、ずっとやってんの。うそー、やってなかったんだってバヨー。はい、じゃあ視聴者の皆さん、まあまあいろいろありますが、結果、まあ、いいことっていうかいいことにしてってほしいね。気持ち悪い今のマジ気持ち悪い。ちょっと危ないし。めっちゃ気持ち悪かった。お疲れ様でした。先日ね。あ、まだ見てない。見てない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 、ね、カップルができたという。まあ、僕のこと。お父さんはもう中毒かよ、ね、超不良軍団だから。違うよ、パパは不良じゃない。めちゃくちゃ不良だぞあいつ。お前やめて、めちゃ不良だぞ。真面目だから。拳でやばいね、やばいやばい。拳で肩寄せきたらやばなと思う。違う、一番怒るとあいつ怖いから。じゃあ一番優しいでしょ。そうそうそう、拳で肩寄せ。ひょうくんは覚悟して行った方がいいと思うもんね。そうですね。そうやってやめてよ。今からお父さんに挨拶どう。じゃあで今日急遽ね、はい、これあの俺も万能理解道場の社長だけど、ここニノスっていうリフォーム会社の社長で、これが2500万の物件もね、そうですね、一緒にやらせてもらって、うん、面白いコラボで、この北山家のお父さんもね、昔は拳で語る男だったけど、今はクロスの会社のね、社長北山美蔵で、うちのクロスは全部やってもらって、めちゃくちゃ綺麗だな。もう本当に本当に綺麗だね。もう、もう曲げない。そういうお道義の男、もう頑固、本当にね。もう本当にね、もうやめましょう、曲がった。もうそういう話やめましょう。マジで危ないよ。もう待っとるでね。もう待っとる。まあ行きましょうか。どうですか、どうですか。ただいま。失礼します。失礼します。お願いします。お前そんな低い声でいい。失礼します。何何何何何何。じゃあおしゃし。ほら。そんなか。いい。ただいま。うわ。この空気感。やばい。いやいや、俺こっち見ていたるわ。フォローしん。え、そこにじゃじゃ正座しに行って。おちおち、ちょっとなんか案内しちゃって。やっぱここのあるじゃん。おち。そこ座りなとか。まだ一回もしゃべりかけもない。こういう冷たいからお前は認めてないってことだよな、多分。あったよ。おいし、キコどこ行くの。今年だよ。今年だよ。今年始まってすぐにトラ人バーやったでしょ。トラが動いたよ。トラが動いたよ。でもお前からなんか挨拶しにいいの。いい、いや 俺が先に口走って。いや、ダメです。ライブ来た方がいいじゃないの。あ、ライブ来た方がいいか。もう飲んだからね。飲んだよ。いや、泡です。泡です。じゃあ僕、堀川翔と申します。お願いします。いいの？お前これでいいの？これでいいの？翔が喋っていい？堀川翔っていうの？堀川翔。で、あの、この度、北山の。この度。いい、出ない。やばいです。この度、皆さんと付き合わせていただいた堀川翔です。よろしくお願いします。おい、付き合わせてくださいとかじゃない。今日は助けてあげんぞ、はい、お前のステージだから。いや、ちょっと待って。俺もそう、さらに声全然余裕な感じだったじゃん。いや、やばいっすよ。なんかお前ガッツン行ったら道だったじゃん。違うっす。じゃあマジでお父さん行っちゃうよ、俺言ってたじゃん。落ち落ちって言っちゃうよ。ちょっと動画見てもらえば分かるよ。震えとったから。ミッキーの直の子は、ね、みんなみんな。いや、直じゃない。そっちからこっち映ってた。僕にねえわね。稲葉なんだ。何乗り換え道場か。そうだね。そうだね。そこも行ってない。真面目じゃないでしょ、だって。行ってない。もともとヤンキーじゃない。ヤンキーでしょ。いい。まあ、もちろんヤンキーだけど。もちろんヤンキー。もちろんヤンキー。ラグビーとかもちゃんとやっとったし。ラグビーで選抜選手もやっとったし。もう、でもね、ちゃんとしっかりしよう。ワンパクっていうだけでしっかりしようよ。もう真面目。昔からハンバーグは欲しい。そんなっちゃった。失礼する。あ、俺がすごい。ちょっと待っ
ちょっと後でいい？後で入れてる？後でいい？お願い。はい。あれ、ショック、ハンバーグ欲しい。いや、もう違う。後でいい？やばい。ハンバーグでいい？いや、もう。いやいや、その場合手作りだろ。行こうかな。一船で僕と俺、付き合っとる人間どうでもいいんだろ。結婚はちょっと考えるけど。だから、もともとミオに付き合っとる人間なんか連れてくるなって言っとった。なんで俺がそいつに気づかなかんだって。結婚するつもりがあるなら連れてこいっていう話。ああ、そういうことね。だったら気使ったるっていう。ああ。付き合って別れてなんかそんなめんどくせえじゃん。まだよ、ここは痛いなと思うんだ。ああ、痛いなと思うんだよ。なるほど。モテるじゃん。俺も、よく言うって言うて。いや、ここは痛いなと思う。そうだな。なんでそこ行った？だって遊びじゃん、遊びじゃん、悪いよ。怖いな、怖いな、怖いな。圧、それ圧、それ怖い。怖いな。違う違う、俺じゃない、俺じゃない。やめろ、そうそう。怖いな、絶対怒るじゃん。こんなもん。俺はだって逆に、もうこんなすぐ終わるだろうと、本当は。で、俺も別に終わってもいいと思ってんだ。で、初めての告白の時に、足バーン全員が同じこと言った。もう最後まで行くしねえ、変なし、めんどくさくなるの。めんどくさいっていうか、社長の友達のどっかあるじゃん、社長の友達じゃないけど、バイってすぐの娘に手出して、1ヶ月、2ヶ月別れて、俺も知らんかったっていうのを持ちに失礼だから。まあ俺はもうこれだけで、もうこんで終わり。もう俺は明日別れようが、あなたは男と女の問題だから、まあ俺はいいんだけど。俺はいいんだよ。笑うなんて言うんだよ。終わり方がさ、ひどい終わり方。それは終わりだよ。それが、いや、もうどっちかやめるしかなくなっちゃうよ。そうだよ。まあ、翔くんかミオか、遊んじゃ男できた男できた。どう思っとるんだよ。そういうことができんじゃん。よくいい。でも関係なくやけ。おいやあれはいいけど。オチがいいんだもん言っとるから。もうちょっと YouTube 慣れしてよ。パパのためだから。でも、もうこれだけ言っとくぞ。別れも絶対動画にするだよ。ありだな。仕事はその別れは原因にしてやるんだから。あ、それでやめたら本当にもうマジでいるさ。別れたら。いやいや、翔くんが女遊びして、ミオが別れるとなったらミオ仕事辞めると思う。あ、そうだな。もちろん許さんの。まあ、翔に女がいる。知ってよ。はい、知ってよ。まあ、翔は別れたい。絶対やめ。やめ。よし、わかった。まあ、な、仕事だけ頑張っときゃいいんだ。頑張っとる。お前らで頑張っとるで。お前家って言ったら待ってよ。お前の26より頑張ったよ。そうそうそうで。で、ね、まあ、ね、そう、ね、まあ、その辺をうまくやってください。急にまとめ出した。じゃあ彼氏としてはじゃあ合格？彼氏としては合格って俺で関係ないもん。まあ、好きにやれよと。そうそうそう。青春を謳歌しろよと。ただまあ結婚するなら仕事でかやっぱりしっかりちゃんとやってるとか。あ、ショックラーメン食いなかったらなんだ。あ、大丈夫です。ハンバーグはいい。大丈夫ね。いや、もう大丈夫。じゃあ最後、オチにちょっとなんかいいんじゃない？どっち言ってそうね。何の一言が欲しい？またいる？いる？はい。一言言いたい？あ、オチに。もう。上に言いたいことある？何言いたい？うわ、すごいな。オチに言いたいことあるんだ。まあ遊びじゃないんで。海はでもいいけど、別に。オチに言うことは別に。緊張してるな。オチに行きたい。大体付き合う時だから遊びで。北山さんだ。北山さんだ。北山さんに。オチくんって言っていい？あ、全然いい。あ、オチくんだよな。言える？オチくんって言って。言える？じゃあ一回オチくんって言ってみ。オチくん。ぎこちないな。目見て言ってねえ。いいじゃん。これから。オチくんって言えて。じゃあオチにしよう。結婚したらマジでしょ。オチにしよう。オチくんで行く？オチさんで行く？はい。どっち行きたい？オチさんっすね。いいな。そりゃそうだな。ここで今日決まっちゃうよ、人生が一緒。いや別に後から帰ればいいから。決まらないな。今日はミオの家族のところに挨拶来て、こういう関係っていいよね。田舎の港中川のこの雰囲気ね。やばいやばい、ほんとしっかり。じゃあガーズズして、あいつ食べた時にいらんの気持ち悪い。あったかいね。いや、こうやってね、やっぱ。泣くな。大したことではないと思うんだけど、そうやってやっぱ家族と会って、でこれがまたなんか継承されて、まあこの二人がいつまで付き合ってるか知らんけど、俺は応援したいね。応援したい、ぜひ応援したいと思う人は、まあまたこの二人のちょっと動画もちょこちょこ撮ってこうと思います。必ずお前らもうこんだけの動画撮ったし、入ってない1ヶ月でそこまで付き合ったんだもんね。別れる動画は絶対に回すぞ俺は。視聴者の皆さん、我々ね、別れる動画まで絶対に動画回してきますんで、
あのまあ本当にね、1年に数回しか見ない人もぜひあのチャンネル登録いいねよろしくお願いします。せーの、また見てね。また見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。パンパン。クリスマイロードチャンネル登録お願いします。